こんにちは。朝6時半です。気持ちよく晴れていますが、厚い氷が張っています。冷え込んだようです。0.5 度ですね。クリスマスローズ、霜にやられた感じです。葉っぱも真っ白になってますね。金木犀の枝に刺したみかんも凍っています。ポピー咲きアネモネ、咲く寸前なんですが、だいぶ霜がついてますね。今日も外にいるうちに常備滝のチッチがやってきました。ゴミ虫だましの幼虫のミルワームという虫を美味しそうに食べています。コップが凍ってますね。あ、飛んでいったと思ったらヒヨドリが来たんですね。チッチは臼の上を奪還しました。奪還と奪回はほぼ同じ意味だそうです。久しぶりに残月を見ました。色が薄いです。ヤブツバキに多分ヒヨドリだと思うんですが、鳥が来ていますね。姿はよく見えませんが、動いてます。大手まりの枝にチッチが止まりました。ちょっと手前にピントが合ってる感じですね。カワラヒワが小粒ひまわりの種を食べています。これはメスだと思います。小粒ひまわりとゴマを巻きました。こっちの方が色が濃いので、多分オスだと思います。あ、スズメもいましたね。同じくらいの大きさです。ちょっとピンボケですが、こっちがメスのようですね。ヒヨドリがジュースを飲んでいます。気弱なヒヨドリでしょうか。メジロが牛脂を食べにやってきました。みかんこの後刺し直しましたね。まだ美味しいみかんがないので牛脂を食べてますね。つぐみもスモークツリーに止まっています。1羽なんですが、多分オスだと思います。今日はヒヨドリが焼き芋を食べてます。昨日はつぐみが食べてたんですけどもね、ヒヨドリも焼き芋が好きなようです。だいぶ暖かくなってコップの霜も溶けました。10時です。いいお天気ですね。ヒメリュウキンカパッと開いています。泥がついたミニ水仙に水をかけました。顔を洗ってすっきりしましたね。クリスマスローズも復活しました。とても丈夫です。キブサ水仙、またはキブサ水仙ですね。ヒアシンスチビちゃんですが頑張って咲いています。ムスカリもだんだん賑やかになってくると思います。クリスマスローズはいろんな花がありますね。上から見ると同じようでも、中を覗いてみるといろいろ違います。本格的にクリスマスローズを楽しんでいる方は鉢植えにされていることが多いと思うんですが、うちの場合は、ネズミよけ、モグラよけ、そういう意味合いもあって地面に植えています。椿春植光です。だいぶ咲いてきましたね。綺麗に咲いているのもあります。とっても可愛らしいピンクです。カワラヒワ今日は何度も来ていますね。残っているゴマとひまわりを食べているんだと思うんですが、ようやく2羽一緒に取れました。12時半になりました。相変わらず快晴ですね。山茱萸が開花しました。一つ一つは小さな花ですが、おしべがツンツンして可愛いですね。ポピー咲きアネモネも復活して咲きました。バタフライ水仙カムラウデです。なぜかラッパ水仙みたいなのも咲いてますね。蝶々が羽を広げたような花でバタフライ水仙と言われています。丸尾です。長靴の入っていた箱に入っています。今日は外も家の中もポカポカです。今日はこの辺でバイバイニャン。